皆さんこんにちは、ライスボールです。はい、猫耳帽子の続きいきます。じゃん、猫耳にじゃじゃじゃん。50センチぐらいになります。はい、だから一応3歳の娘氏もかぶれます。1歳には大きいかもしれない、2歳の息子氏にぴったり。ただ小学校まで行くときついかもしれない。なので小学生ぐらいになったら、この今この耳の部分は正直変更なくていいと思うんですけど、まあね、ここの段を増やしてみたりだとか、ここで増し目してるけどもうちょっと増し目入れるだとかしてもらうといい感じになるんじゃないかなと思います。ちっちゃかったらね。はい、じゃあ今日は50センチの2歳3歳ぐらいがぴったりサイズの帽子をご案内していきます。ほなまずこれ、はい、で使うかぎ針が10ミリ、これさっきと一緒です。10ミリ見えるかな、10ミリ、10なんだよ。ほんで毛糸もアムクロダイソー100均で1個100円、これ全部で3つは使いますね。はい、ちょっと今ライスボールは何回も編んだりほどいたりしてたらなんかくちゃくちゃになっちゃったけど、はい、3つを使います。2つじゃちょっと足りん、ちょっと足りん。はい、そんな感じでやっていきます。で毛糸針はちょっと太くて毛糸針できんので、このかぎ針6ミリ、6号、6ミリやったかな、6号やったかな、忘れたけど6ミリかなを使って糸処理していきます。はい、ではこの猫耳帽子続きからやっていきます。まずこれ、今までの帽子はずっと筒でぐるぐるって編んで終わってたんですけど、この猫耳帽子はこの耳が前に来てほしいの。耳が前に。で筒で編んじゃうと後頭部の部分がなくなるっていうか、だからここでこうね縮まってますね。ここが後頭部です。ここが編み図で言うとここが後頭で、ここ前んで、こうなるね。前がペコってへこむ感じでなるように編み図を、はい、あれだこうだして、これが完成形です。はい、では青色の1段目からいきましょう。まずね、この剥ぎ合わせてるところの剥ぎ合わせた目はもう無視します。で1個2個3個目、3個目からスタートします。では行きますよ。内側に糸を置いて、はい、刺してかけて鎖で出して、鎖ちょっと縮める。ほんで今鎖で立ち上げたことになりました。次細編み5、根元からね、1、2、3、4、5で5目まで行くとちょうど耳の下あたりぐらいの編み目になってくると思います。この耳の下ぐらいに編み入れ、2目編み入れなんで1回2回。で次は細編み17回、図で言うとここね、細編み17回いきます。青色1、2、3、4、5、6、
7で8がここ、8、ほんでちょっと分かりにくいんですけど、ここが9やね、9で ここはあれ剥ぎ合わせてるから、ここ長編みの次の目、ここが10、で11、12、13、14、15、16で17でまた耳の下あたりに来ると思うんで、ここで2目編み。で次細編み10回、1回、2回、3、4、5、6、この鎖のとこ7で8、9か、ここ長編みの根元のとこ、目がちっちゃかったらこうやって広げちゃえば、よいしょよいしょ、9で10、ほんで鎖で立ち上げて、ここが頭なんで、見えるかな、鎖で立ち上げて、ここが頭に刺して引き抜くと、よいしょ、 OK、 これで今この青いとこ終わりました。ここね、ここ青いとこ、はい、2から4段目は細編みでぐる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 っと編みます。鎖で立ち上げて細編み36回、今度引き抜いて1段終わりっていうのを3回繰り返します。はいはい、編んでいきます。ゆっくりしょうの、あ、そうそうそう、この糸ね、この糸後で処理するし、ほっといて。はい、で鎖で立ち上げて根元のところに刺して、こんで1、2、15で36、はい、ここがちっちゃくした目で、で鎖の立ち上がりで、ここが頭で、頭に刺して引き抜くと、ういこれで今2段目が終わりました。で3、4編んでる間に多分糸なくなるんで、糸替えになったらまた取ります。はい、もう糸がなくなってきたんで糸替えします。糸の替え方は何でもいいんですけど、よいしょ、で古い糸でここまで途中までしたら、次新しい糸持ってきて、こうやって新しい糸で出すっていうのがライスボールがよくやってる感じですかね。で次の目に普通に細編みするときに刺して、残りの2本っていうか、あのこの端っこの方を上に重ねて糸出して、普通に細編みっていうのをこのちっちゃいの
半端なのがなくなるまでやってます。こんな感じ。こんな感じです。裏から見たらこんな感じ。よいしょ。ここ短いの。よいしょ。はい、こんな感じで糸変えてみてください。ここがちょっとポコってするよね。極舞台紙ここだけ糸変えたとこだけちょっとポコってするかも。まあまあふわふわしてるし大丈夫でしょう。はい、そんな感じで編んでてください。はい、次、今4段目まで終わりました。ここも剥ぎ合わせで、ここから1段、2段、3段、4段が終わって、引き抜いて絞ったところです。次5段目が、5段目からちょっと変わってきます。鎖で立ち上げて、でいつもは根元から編むんですけど、次の目から細編みを入れていきます。斜めにしたいんで、で細編みを29回細編みして、次2目一度をします。はい、やってみます。なのでここで鎖で立ち上げて、ここからこうぐるぐるっと後ろ回って、でまあどっかこの辺で2目一度して、でここが前になるってことですね。はい、じゃあいきます。まず鎖で立ち上げて、いつもはこの根元のところに編み入れたいんですけど、ここ今日はここ斜めにしたいんで、わざと飛ばします。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。よいしょ。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29。29でここまで来ました。わかるかな、ここまで。ほんで次2目一度、細編みの2目一度はまず刺して出す、もう一回さ次の目に刺して出す、この3本を一気にかけて出す。これで2目一度になります。はい、ほんでこの状態で鎖を、もう次の段4の鎖を出します。あ、これ6段目で言った方がいいのか。はい、じゃあ6段目いきます。
これで今5段目が終わったところです。ここから6段目はまず鎖を1個出して、鎖を出してからひっくり返します。ほんで細編みを26回、でまた2目一度します。はい、やっていきます。まず鎖を出して、ほんでひっくり返す。編み地がひっくり返ります、はい、で ここの根元に編みたいところを編まずにこの次の頭に刺して細編みを26回、1 2 3 4 5 6 7 8、9 10 11 12 13 14 15 16。はい、26まで来ました。そしたらあと1個2個、ここは斜めにしたいところなんでここは編まない。この1個2個を2目一度します。刺して出す、刺して出す、3本を一気に引き抜く。はい、これで今6段目も終わりました。ちょっと前ができてきた。いい感じですね。はい、はい、次7段目いきます。7段目もこの赤い方ね、鎖で立ち上げて細編みを23回で2目一度、あ、立ち上げてひっくり返さなかった、立ち上げてひっくり返してみる。そんな感じです。はい、じゃあまずはこっちでまず鎖で立ち上げて、でひっくり返して、よいしょ、で細編み23回、よいしょ。でこの根元は使わず次の目から23回いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23、はい、23で、あと縁に3個見えるけど、ここは斜めにしたいところなんで無視して、2目一度9、はい、7段目も終わりました。
いい感じだよ。はい、8段目はちょっと変わって、鎖で立ち上げてひっくり返すのは一緒なんですけど、細編みを7回した後、2目一度が3回入れます。これね、後頭部をこう丸くしたい、こう分かるかな、後頭部を丸くしたいので、ここで引き締めました。でまた細編み7回して2目一度になります。はい、じゃあ8段目いきます。鎖で立ち上げてひっくり返して、よいしょ、はい、で根元じゃなくて次の目からいきますよ。細編み7回、1、2、3、4、5、6、7、はい、7回終わったら次2目一度が3回、ここに刺して刺して2目一度1回、はい、刺して刺して2目一度もう1回、刺して刺して2目一度、ちょっと後頭部がちょっと絞って丸くなるんです。はい、で細編みをまた7回、1、2、3、4、5、6、7、ずれてた。で7回したらまた2目一度刺して出して刺して出して引き抜くと、はい、今で8段まで終わりました。はい、では次最後の仕上げ9段目。9段目は編み図に書いてないんですけど、8段目までしか書いてない。9段目はですね、周りをぐるり一周します。はい、ではやっていきます。向きは別にどっちでもいいです。やりやすい方で、ライスボールはこう回りがやりやすいんで、はい、こう回りでやっていこうと思います。はい、まず鎖で立ち上げて、どっか適当に刺していきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。斜めのところは結構適当に刺します。なんか、あ、大体これぐらいみたいな。この網目見てこう、じゃあ次この方にみたいな感じで。なんか足のところに刺すって書いてある。よく本で書いてあるんですけど、足がよくわからんし適当です。で、このあっ、穴開いてるし、ここみたいな感じです。はい、あ、ここ刺せる、ここみたいな感じです。はい、はい、そんな感じでぐるりします。よいしょ、ここはここかな、ここなんか、あ、ここいける。で、ここからはちょっと普通に、よいしょ、変かな。
さっきより綺麗になったかな。あとは端っこまで来たら頭にこうやってさ、ここの頭が編みやすいね。このまま頭に編んでいきます。はい、ここで一周してきました。ほんでここからは糸をちょっと切って、まあこんなもん15センチぐらい切ればいいかな。ほんで抜いちゃいます。そしてね、6ミリ使ってたっけな。そしてここ、鎖の立ち上がりの頭。この頭に刺して、かけて、引き抜くと。そして、こっちの出てるところから出してかけて引き抜くと、そしたら編み目みたいになって、ほらどこが終わりってなるんでね。どこが終わりってなるんでね。はい、よいしょ。これで綺麗に仕上がります。ただこの糸処理をするときにあんまりギュッと引っ張ってしまうと、ここがなんかねちっちゃくなって分かりやすいんで、ここを押さえながら、このここを押さえながらこうやって糸を処理くねくね混ぜていくといいです。でただほどけたら悲しいんで、ちょっとうねうねしといてください。ほどけないように。こんなもんかな。よし、猫耳帽子完成できた。やった。はい、できました。お疲れちゃんです。こんな感じ。はい、はい、完成です。お疲れさんです。でこれ今グレーで全部一色で作ったんですけど、水色で最後の一段だけグレーにしたりとか、この編むころでもまだらなのがあるんですよ。まだらなのでやったら結構編み目が目立たんくて、こっちの方が可愛いんじゃねえかってライスボールは思います。これなんかこうひっくり返したところって編み目が若干違うでしょ、裏側と表側で。まあ、気にせん人は気にせんのでしょうけどね。ね、はい、後頭部がねちょっとこうポコッと丸くなる。ここが可愛い。ここがね、ここがいいよ。はい、こんな感じです。はあ、これ余ったのどうしようかな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。ライスボールでした。お疲れちゃんです。あ、ち
チャンネル登録、高評価お願いします。バイバーイ。